平成26年2月24日、午前11時頃、市民連帯の会、に電話しましたが、出ないので、三井氏に直接携帯に電話入れます。はいはい、私北爪と言いますけれども初めて電話させてもらうんですけども、はい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 、であの会の方に電話したらちょっとあの出なかったんで、あ、そこにおるから、はいはい、はい、ちょっとお聞きしたいんですけども、はいはい、あの藤島敏久とのですね、あの会話で、三井さんがですね、言ったということを言ってるのでちょっと不思議になりましたんで、会話で何を言ったって、三井さんがですね、はいはい、あの藤島のことを怪文書が回ってたものについてですね一切知らないというようなことを言ってると、それで今度のその、増添氏の件についてもですね協力関係を持っていくんだと、そういうことをその話し合ってそういう実際動きするんだと、警視庁関係は藤島が担当するっていうようなことを言ってるんですけど、藤島担当するで、ええ、あの警視庁2課の、うん、の件についてはその藤島が、ええ、例のバッチの件ですね、そうですそうです、はいはいはい、はい、その件で不思議だったんで、まあ、突然で失礼ですけども、私冤罪被害者で、はいはい、藤島を訴えてるもんであってそういう、ね、ひどいあいつなんで、まあ、三井さんもまさかそういう風なですね、うん、まあ失礼ですけど、ちょっと確認しないと私いかげなこと言いたくないんで。この間ね、東京出てきて、またコーヒーがありましたけどね。電話があったんですよ。小島本人から。はい。私にね。そして、まあ昔、市民連帯会の事務局長やっとったんだけども。はい。で、ちょっといろいろ問題があったんで、私、解任したんですよ。それはもう、3年ぐらい前になるんですよ、でそれからずっと付き合いだったんだけども、この間電話があって、で高知から大阪経由で、東京に行くからちょっと会ってくれませんかいうんで一遍会ったんですよ、でその時にそういう話があったんですよ、バッチの件、件でね、協力したいというのは、いろんな他にバッジをもらっておる人がいないかどうかね、それを探してみるということなんですよね。今告発は一人の人のバッジをもらった人をやってるんですよね、ここでね、でまあそれまだ、バッジがあるのは一件だけだから、私が発見しておるのはね、それを他でちょっと探してみたいと呼んで、それで協力ということを言うんですよ、彼が。その怪文書を回したっての三井さんは知らなかった。怪文書何の怪文書？いや、インターネットで、その、市民連帯の会からですね、藤島ってのはひどいやつだと、こういうことで、その、市民連帯の会とは以後関係ありませんと。ああ、それは2、3年前ね。はいはい。それについて、藤島がですね、そういうことは、その、三井さんは一切知らないと。知らない。知らなかったと。いうことを言ってるって、その、今朝のですかね、もう言ってるんですよね。いや、私が解任したんですよ、彼を。そうでしょ？ 3 年前に解任して文書流したでしょ？あ、そうですよね。当然ですよね。それ以後は付き合い全然なかったんですよ。今話したように、この間、高知から出てきて。それは、彼の、その、街カフェのですね、あれで生放送で流してますよね。そう。だからそういう件について一切話されてる映像はない、なかったですね。今朝か昨日の、放送ではですね、その今私繰り返し言ってますけども、俺はそんなこと知らないんだと言ってると。
私はだから3年前に買いに行って時は文章流しましたよ。それは当然あ三井さんが知ってることで言ったことですよ、ね、私が言ったんだよ、最近言ったんだから。そうなんですよね、生田弁護士の件もそうなんですけど、みんなデタラメなんだ。何かあるわけ。いやだから、うん、あの私もですね、うん、そのだから、まあ、今ちょっと出ました生田弁護士の件もね、生田さんも騙されたの。いやあの生田さんと相当親しいということで、うん、いろいろいつも名前挙げたのなんですね。あ、堀島が、はい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 、それなんで不思議なんで、うん、私がその生田さんとこへやっぱりここに失礼ですけど電話入れたんですよ、はい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 、そしたら名前つかれて非常に迷惑してるっていうことを聞いたんですよね。あーはーはーはー。それで私そのままそれは流したんですよ。そしたら今度私がその弁護士に対してストーカー行為だとかですね、そのために寄付が減って北詰め訴えるとかこの野郎犯罪者だとかね、私冤罪者で高裁で無罪勝ち取ったもんで堂々と戦ってるんでね。あ、そうなんですか。そういうものをそういうボロクソに言ってですね、うん、ここで寄付減ったの俺たちのせいみたいなってですね、あ、正々堂々とこういう話なんてもうしないしですね、私の、うず800 の, その名誉毀損のことを流して言いながらコメント欄に書き込みを消してしまうしですね、うん、そういうことを、まあ、そのことは私全然知らないけども、少なくとも私の件は3年前に会員して文書流して、そしてこの間、うん、あ、出てくるんで会ってくれるってあったんですよ。そうすると、じゃあ、警視庁の第捜査二課のものに担当、その、あ、うん、それに当たるのは、藤島が、その、それを役目をすると言ったことも話は。役目というか、他に金バッジもらえた人がおるかどうかね、それを探してみたいという、それは教育という意味なんですよ。それは自分で探してみたいって言ったんですか。そうそう、じゃあ探してもらえたんですか。多い方がいいからいいからね。うん。三井さんの方からじゃあ、それ、あの、コインが一つか来ないんだけども、もう少し探してみてくんないかという。いやいや、向こうから向こうから、あ、向こうから来て、私が言うんですよ、買いに行ったことがいいだったんで前に。そうそう、それだけのことなんですね。それだけで。じゃあ先ほど、ごめんなさい、しつこいけど、警視庁の二課の方にそういうものが当たっていくという担当は藤島が任されたとか、あの、任すからやってくれ。それは全くない。ああ、私も探しとるんだから、金バッジもらった人もね。ああ、嘘だ。広島が、ああ、私の方も探してみたい、ギャラ協力したいんじゃないか、ああ、それなら探してください、言ったんですよ。ああ、嘘ばっかりですね。なんかそういうことですよ。ああ、電話させてもらってよかった。そうですか、私も、うん、いや、私も、せず堂と警視庁とか、検察とか、最高裁とかですね。ああ、うん、何の事件でやるんですか。私、やっぱり、最初、民事で、ちょっとその裁判官を、判決文によってですね、はいはい、明らかにこれは憲法違反だと、いうのを見つけたんで、それちょっと騒いだんですね。それで、ちょっとやったら、まあ、会ができてですね、はい、それでそこで仲間がちょっと裏切ってですね、そしたら私、カルテなんていうのに偽造してまで私を陥れようとしてですね、カルテ、あ、そうです。ああ、もうほら、無罪って知ってるからね、検察はね。ああ、それでやって私10年、1年と10ヶ月も入れられていて。まあ、中に入ったの。未決ですね、千葉で。はい、はい、はい。ほんで、まあ、その時、その有罪が出たんだけど、高裁で私、無罪を勝ち取ってるんですよ。ああ、そうだ、せっかく来たわけ。一人で。ほいで、例の小沢一郎さんの、はい、裁くって言ったと、大室晋三ですね、検察役やったんですね。はい、はい。あれも私、高裁で、解任してるんですよ、国選弁護人であってもね。証拠隠滅とかそういうんで、はい、してますね、それ、証拠質感でね。ほいで、無罪勝ち取ってるんですよ。ああ、私は。え、私とは会ってないですよね。そうなんですよ、会いたいと思ったし、いろいろ。時はですか。私は池上なんですよ。池上、大田区の池上です。ああ、私は、品川の平塚に事務所あるんですよ。ああ、この書いてある通りなんですね。その例のホームページみたいな感じですけども。2の、9の1、それ見てるんです。そうああ、そうですか。いや、みんな偽物ばっかり送ってですね、裁判所の前で騒いでるやつもですね、裁判所が、はい、私を陥れた藤島だった、大高昌司だったからですね、あんなの野郎は、検察とまさに、その、2-2でやってやって、私を陥れる会話もしてるしね。ああ、そうなの。そういうばっかりなんで、信用できないんですよ、周りもね。ああ、そうですか。まあ、藤島の関係はそれだけです。
あ、そうですか、うん、もし今日やったらあの、お話しできれば、はい、嬉しいですね。あの、いますんで、はい、この件を流したらまずいですか。あ、今失礼ですけど、あの録音撮ってるんだけども、これは流したらまずいですか。もうやはりそんなに一番嫌いなの。あ、そう。